はい、それでは今度ですね、教科書は79ページの 3.4 節の行列式の性質に入ります。一応ここで述べるいろいろな性質を使いまして、まあ、行列式のですね、計算に役立てていきましょうという話が始まります。まず最初に出ている性質なんですけれども、これですね、教科書の80ページの定理 3.8 です。で、五感はマイナス1倍とタイトルがありますが、どういうことを言っているかというと、その異なる2つの行、もしくは列を交換すると、行列式はマイナス1倍されますということを言っています。まあ、性質としては単純で、割といろんなところで使います。一応、証明はしておきます。まず、A をですね、与えられ元の N 次整合行列としまして、で、B をこの A の第 S 行と第 T 行ですね、S より T が大きいんですけれども、この第 S 行と第 T 行を交換したものとしておきます。で、ここでですね、その A の行列式の中で、この置換ですね、この置換というのは、そうか、行列式で現れる置換なんですけれども、まあ、まあこんなふうにこう一個一個展開すると、中にこういう A の、1行目の成分、2行目の成分をこうかけたものがこう書かれているわけです。で、これに対してこのタウという置換をですね、この元々の A の行列式を作った時の置換に、この S と T をこう交換した、互換ですね。これをかけたものとしておきます。で、一方で、この B の行列式の置換の中にですね、この対応した項というのを考えると、これが、まあ、B の一個一個のその行列式の項を展開した時に、ここですね、ここはもともと A はこれ S 行と T 行の成分だったんですけれども、ここがその T 行と S 行というふうにこう入れ替わっているわけですね。で、この入れ替わった部分っていうのはどのような置換で表されるかっていうと、実はこのタウっていう置換を使ってマップを表すこともできるというわけです。で、ここでそのシグマの符号とタウの符号っていうのはマイナス1倍だけ違うってことに注意しておきます。なぜかというと、このタウっていうのはこのシグマにの置換にこの S と T を交換する互換をさらにかけていますので、そうすると互換の符号はマイナス1っていうことでしたから、そういうタウっていうのはシグマに互換を余計1個余計に加えているので、これは符号ではマイナス1倍になるということに注意しておきます。で、そうしますと、この B の行列式ですね、この B の行列式を定義通りに展開すると、まあ、こういう形で展開されるんですけれども、実はこれ A の行列式の定義式に合わせて書くとですね、これがこのような感じですね、タウを使ってこう中身を書いて、でそれにこうマイナス1倍したものにこう等しくなりますので、これで行列式の定義からこの B の行列式というのが A の行列式のマイナス1倍になるということになります。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、まあ、このシグマとかタウ、シグマが置換全体を動くときに、このタウも置換全体を動いていますので、こういうことが言えるということになります。はい、次の性質なんですけれども、定理3の9です。定理3の9は点値行列ですね、A を N 次整合行列としたときに、 A の点値行列の行列式は A の行列式に等しいと、すなわち点値行列にしても行列式は変わらないということがまず言えています。で、まあ、これもちょっと若干分かりにくいかもしれませんけれども、一応証明を確認しておきます。
で、ここでは A をの成分を AIJ と置きまして、で A の天地行列を成分を BIJ というふうに置くんですけれども、 BIJ っていうのはこれ A の天地行列ですから、 A の JI の成分にこう等しいわけです。で、この時にその、A の天地行列の行列式を定理に従って展開しますと、これは置換はこの N 文字の置換を全部取るんですが、これ B の、1と1行シグマ1列、2行シグマ2列っていう、こういう形のこう弦を取ってくるわけですね。で、ところがこの、B の、成分っていうのはこの A の行と列の逆の成分でしたから、これを A で書くと A の、シグマ1行1列、シグマ2行2列のこういう式になっていきます。で、ここで、このシグマの代わりに、このシグマの逆置換っていうのを作ってみますと、これは実はシグマ、置換がですね、この N 文字の置換を全部取りますので、シグマの逆置換もこの N 文字の置換を全部取るということで、和としては等しくなるんですが、一個一個 の、この展開の書き方としては、この、シグマの逆置換の符号とですね、それから1行とシグマインバースの1、2行2列で、2行とシグマインバースの2列というような成分の積になると。で、いうことで、これは実は、そうですね、このシグマインバースがこの N 文字の置換全部を渡るので、実質的にはこれ元 の、 シグマを全部、N 文字の置換を全部取ったということと同じ和になるということになりますね。でこれで、行列式の定義から A の行列式に、元の行列式に等しいということが言えるという仕組みになっています。ですので、ちょっと分かりにくいのは、例えばこの、シグマインバースが N 文字の置換を全部取ったときの和というのが、元のシグマがですね、N 文字の置換を全部取ったときの、和に等しいのでこういう書き換えができるというところがちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、ちょっとこれできる人は2行2列か3行3列の例で確かめてみると分かるかと思いますので、やってみてください。はい、ということで証明は難しいんですけども、ルールは非常に単純で、しかも実際に行列式を計算するときには結構多用する性質ですので、活用できるようにしておいてください。例えば、先ほど定理の 3.8 でやりましたように、行や列を交換すると行列式がマイナス1倍になるとか、それから、天地行列を取っても元の行列式に変わらないという性質は、行列式の計算の時によく使います。で次に行列式の分配法則というのも今後よく使いますので、一応確認しておきます。これどういう性質かといいますと、ちょっと教科書とですね、書き方変えていまして、まず、この授業では、こちらの定理から先に証明をしていきます。で、これはどういうものかというと、この第I行ですね、この A1 という行列式なんですが、この第I行を見ていますと、こんなふうに、R 倍の AI1 プラス、BI1 のようなこういう和になって表されているんですね。でこの和になの各成分が和になって表されているものをこう全部こう2つの行列式に振り分けてしまうということができるというのがこの定理です。ですので、この場合はまず R 倍の AI1 とか AI2 ってこの A のついた行ですね、こんなふうに前に出すと。あとの行列式はこの B の I1 とか B の I2 からの行列式にするというふうに、この I 行に関してこう行列式を振り分けています。で、この振り分けた行列ごとにこの行列式を計算して、和を取れば元の行列式に等しくなるという性質です。で、これはどのように証明できるかということなんですけど、これは行列式の定義に遡って考えますと、この A1 の行列式を計算したときには、この各その置換に対して、この第1行から第N 行までの弦を1個ずつこう取ってきて書けるわけなんですけれども、
大I行に関してはこのようにR かける A の I 行目のなんとかと、それから B の I 行目のなんとかの成分というふうにこう和で書かれております。でこの和の部分というのは実はこれ実数ですから、あ今実数とか複素数ですので、これは実数とか複素数の分配法則でこの2つの和に分けて書くことができるわけですね。で2つの和に分けると、これはそれぞれのこの和の定義から、これはそれぞれの行列式を表していますので、まあ、このように2つの行列式の和に分けることができるということになっています。はい。で、今の性質を使って、これは教科書の81ページの定理 3.10 ですね。定理教科書の 3.10 はですね、これ列に関して分配しておりますので、まあ、この列に関する分配法則も示せるというわけです。で、この、まあ、列に関しての、 分配法則を直接証明したやり方は、教科書の81ページから182ページにかけて書かれておりますけれども、個人的には行に関する分配をした方が、まあ、その定義、行列式の定義から見て分かりやすいかなと思って、こういう証明にしてみました。で、まあ、行に関する分配法則を先に使えば、こちらの列に関する分配法則の証明は、この A1 ですね、A1 というのは、これの点地行列を取って計算すればいいところになりますね。これの点地行列を取ると、これ、行に関する分配法則を使うことができます。で、点地行列を取っても、行列式は変わらないので、まあ、この A1 の点地行列を取って、先ほどの定理によって行に関する分配法則で、まあ、行列式を分けて、でそれぞれの行列式をまた点地行列で元に戻せばよいということにもなります。はい。まあ、これらの定理からですね、次のことが言えます。定理 3.11 ですね、教科書82ページです。まあ、A は N 次平方行列とします。でこの時に、もし A の2つの行が同じなら、つまり2つの異なる行の成分、各列の成分が互いに等しいという場合ならば、行列式は0になります。それから、あともう一つ言えるのは、A のある行、もしくは列の成分が全て0であるならば、A の行列式は0になると言えます。まあ、この性質も行列式の計算の際に頻繁に出てきますので、必要な時に思い出して使えるようにしておきましょう。はい。それからと、この定理もよく使うんですけども、定理 3-12 ですね、積と行列式ということで、A と B をともに N 次平方行列とするときに、その A×B の行列式は A の行列式と B の行列式の積に等しくなりますという性質も成り立ちます。この性質も頻繁に使いますので、まあ、使えるようにしておいてください。証明はちょっとですね、結構抽象的で、この授業でさささってやるにはちょっと時間が足らないと思うので、ここでは省略します。興味のある人は教科書の83ページに証明がありますから、それを読んでみてください。とりあえずここ全体のとしては証明はやりませんけれども、とりあえず事実としては使えるようにしておいてください。